ヴィーガンって本当に栄養ちゃんと取れてるのって思いますよね。取れます。毎日ほぼ 100% の栄養素が取れている私たちのキッチンにある食材をご紹介します。 Hello, it's Misaki. Today I'm going to be showing you what I always have in my kitchen for a healthy plant-based diet. ヴィーガン歴5年になりました、アメリカ在住の Misaki です。このチャンネルではヴィーガン栄養学と海外の健康と菜食についての研究についての情報をお伝えしていきますので、そんな情報が欲しい方はぜひチャンネル登録とベルボタンのクリックをお願いいたします。今回はバランスの取れた食事をするために私のキッチンにいつもある食材をご紹介します。はい、じゃあまずはこっちにあるフルーツエリアからいきたいと思います。フルーツは本当のファーストフードだと思っていて、ファーストフードだからなのですぐに取って食べられるし手軽で、バナナはあんまり外に行ったりする時に持っていけないんですけど、ピーチとかリンゴとかだったら持っていけますし、おやつにも最適かなと思います。フルーツはお砂糖が入っているから良くないよっておっしゃる方もいらっしゃるんですけど、普通の精製されている白糖とフルーツの中に入っているフルクトースっていうのは全然全く違った働きをするので、フルーツを避ける必要はないかなと思いますので、たくさんあります。はい、まずこちらバナナ、皆さんご存知バナナ、安いですし、お家に帰ってきてからだんだんライプしていく、売れていくので、タイミングを見計らいやすいです。冷凍してスムージーに使ったり、アイスクリームを作る時などに使っています。はい、そして我が家によくあるの、最近あるのはアップルとピーチ。アップルはいつでもあるんですけど、ピーチはね最近ちょうど旬なのでピーチたくさん持ってます。こっちが白桃、ヨーロピーチかな、英語はヨーロピーチ、 and this one is a nectarine. Love it. So good. はい、そしてこちらアボカド。アボカドはこのヘタのついてるやつを、あれこっちはついてないけどヘタがついてるやつをよく買っています。ヘタがついてないとここら辺からだんだん中身が黒くなっていっちゃったりするので、ヘタがついてるのがあるといいです。とてもいい脂質がたくさん入っていますし、ビタミン E もたくさん入ってますし、トーストにのせたりとか、チリっていうアメリカ料理かな、スパイシーなスープにのけたりもするのいいですし、メキシカン料理でたくさん使います。あと私がよくやるのは、アンディも結構食べるんですけど、納豆ご飯するときに納豆アボカドご飯にしたりします。とても美味しいです、おすすめです。そしてこっちじゃがいも、普通のラセットポテト、 and this one is yam or sweet potato。 日本のスイートポテトとは違って中身が黄色いんです。これもとてもいいカーブなので食べてます。常温で保存してます。そしてトマトーズ。Tomatoes are good. Nothing to say, really. はい、じゃあ次フリッジから見ていきます。冷蔵庫の中身から。ちょっと汚くてすいません。はい、私たちがよく飲むのはこの3つのミルクです。こちらお砂糖の入っていない豆乳で、 B12 がフォーティファイされているので、これでいつも私は B12 を取っています。これはよくスムージーとかに使います。そしてこっちはアンディ用なんですけど、よく朝抹茶ミルクを作って渡すんですけど、その時にバニラが入ってるのがいいみたいなので、こちらバニラのソイミルクもあります。そしてこれは私がよくスムージーの時に使うアーモンドミルク。アーモンドはたくさんバリミン E が入ってるので、これで取ることもあります。美味しいですよ。はい、納豆です。手作り納豆、簡単にインスタントポットでできるので皆さんもやってみてください。大量に食べれます。 It's high in protein, high in iron and zinc, and also vitamin K2. But actually, vitamin K2 というのはvitamin K1 から体の中で変化されて K2 になることができるので、まあ K2 が取れないからとして言って納豆を食べなきゃっていうことにしなくてもいいと思うんですけど、まあでも K2 たくさん入ってます。はい、次サワークラウト。これは初めて買ってみたんですけど、いつもはねキムチと一緒に納豆食べたりするんですけど、これは another probiotics, so I wanted to try サワークラウト。日本語は何て言うのかちょっと分かりません。知ってる人いたら教えてください。発酵食品です。枝豆 and hummus。 これはおやつで食べてます。枝豆とか、あとはハムス、これは地中海料理かな、チックピースって、ひよこ豆、こういうお豆で作られたディップで、これに人参とかセロリとかをつけて食べます。そしてこれはお豆腐です。はい、お味噌汁を1人分ずつ小分けにして作るので、お豆腐は切ってこういう風にお水に入れて保存しています。よく言うんですけど、タンパク質はお肉とか肉製品とかお豆にしか入っていないわけじゃなくて、ブロッコリーとかリンゴとかにも
の入っているので、バラエティのあるたくさんのお野菜とか穀物とか豆とかフルーツとかをバランスよく食べていればタンパク質っていうのはほとんど問題ないです。で、私も何も考えてなくても普通にRDI Recommended Daily Intake は行きます。私の場合は 36g くらいだったかな、なんですけど、私はトレーニングしてるのでちょっと人より多めにタンパク質を取っています。ソースの一つ、このあたり、ここからあともうちょっと下もこのあたりまでは作り置きしてあるご飯です。私たちはよく日曜日に作り置きしてそれをちょこちょこ食べるんですけど、取りやすいように真ん中ら辺に入れてます。そしてたくさんのお野菜、こういうのももっと下の方にいろいろ入ってます。そしてレモンです。これはよくソースを作る時に使ったり、あとはバイタミンを入れて他の栄養素が体に入っていきやすいようにするためにちょっとちょろちょろっとグリーンにかけたりします。じゃあこっちのコンディメンツいこうと思います。こちらはバター、あんまり使わないんですけど、バターと、お味噌汁の何これ、味噌か、味噌そう、このあたりはお醤油、まあお醤油はあんまり体に良くないんですけど、まあ、一応 less sodium あんまり取らないようにしてます。 And here is some mustard, very different from Japanese mustard. Mustard can be emulsifier. マスタードは乳化剤になるので、ドレッシングを作る時とかに入れるといろんなものが上手に混ざっていいです。このあたりはですね、よくアジア系のご飯を作る時に使うソースです。辛い系のやつ、アンディが好きなので結構使ってます。はい、そしてこれはタヒニ、これは練りごまかな、日本語は。はい、これもソースを作るときに使います。あとはね、なんかパスタソースとか簡単にしたいときとかに入ってます。あとこれはこれもピクルスなんですけど、このピクルスの、これ何、このスープというかおつゆみたいなここの部分をソース作りの時に使ったりします。美味しくなりますよ。じゃあそんな感じでフリッジは終わりで、じゃあ次はフリーザーの方に行きたいと思います。アメリカのフリッジはこの感じで、こっちがフリッジ、こっちがフリーザーみたいになってます。ちょっと綺麗にすればよかった気にしないでください。はい、じゃあまずはじゃじゃん、上はお豆類入れてます。この納豆の作り置きとかさっきここから出しました。冷凍された枝豆とか、これはねネイビービーンズ、こういうお豆は I buy dry beans and then I cook them and put them into these small ziplock bag. Each of them have one cup, so it's easy to know how much there are. You can use it for soups.パスタ、whatever you like. ここがお豆で、で、この下はね、スムージーバッグを入れてます。こういう風に、スムージーバッグを作って、バナナとかたくさん入ってる。スムージーとか、スムージーボールとか作ってます。私のはね、ココアが入ってて、チョコレート味。アンディのは、ちょっと、アンディのがこっちなんですけど、今、全部飲んじゃったから、早く作ってあげないといけない。はい、そして、この辺、すごいことになってるのは、これがお野菜。質です。スムージー用とかにも使うんですけど、こういうのをケールとかパスタ作った時に入れたりします。ケール、あと何、スピナッチ、もう見えないけど、ピース、グリーンピース、あ、グリーンピースってグリーンピースか、グリーンピースですよね日本語、今気づいた。あとはこれは使い切れなかったお野菜とかもこういう風に冷凍してると、これはセロリ、スープとかにね使います。冷凍されているお野菜って冷凍食品とは全然違って栄養価も高いですし、特に怖がることもないかなと思います。私はよく作り置きをしてかなり大量に作るので、その半分ぐらいをその週に食べて、半分はこう冷凍しておきます。これはねチリとか、全然見えないけどスパイシーなお豆のスープみたいな感じで、これはラザニアを作った時のやつですね。これ解凍して食べられます。他にもいろいろ冷凍されたご飯が入ってるんですけどね、作ってあるのを買うのもいいけど、こうお家で作ったものをね冷凍したらいいですよねはい、そしてこの下のあたりは、これはバナナ、こんなにたくさん自分で切って入れてます。これをスムージーに入れたり、あとアイスクリーム作ったりするときに使います。こういうフルーツもよく食べてます。冷凍されているので腐る心配がないっていうのと、夜にお腹空いちゃって、でもあんまり夜は食べちゃダメだよなって思った時にこれ出して、冷たいのでちょっとずつしか食べれないこれをちょこちょこ食べながら見たりするのも好きです。イズイクよ、イズイキュ、イズイキュ、イズイキュブレッドはい、です。これは冷凍されて売っているんです。オーガニックですね。これは全粒粉のパンで、胚芽された小麦粉とかレンズ豆から作られて、で1枚につきプロテインが、タンパク質が 5g あるので、これ2枚にピーナッツバターをのせて、でバナナとかのせたらすっごい美味しいんですけど、それはもうすごい簡単なプロテインパックランチですね。はい、フリッジ&フリーズ
Fridge and freezer are done. ね、うん、Right? Alright. はい、そしてナッツとビーンズのコーナーに来ました。乾いてるものかな？置いてます。まず、ちょっと見てください。このアメリカサイズ。見てくださいね。この高さ。届かないんですよ、これ。あれ、ちょっと頑張って取ります。はい、じゃあまずは乾燥わかめです。Has a lot of iodine in it, so it's good for your thyroid. 甲状腺かな、日本語は。甲状腺に良いですよ。お味噌汁を作るときに使ってます。はい、そしてフラックシード。フラックシードとかチアシードとか、あとゴマとかも、この粒のままだと体の中にうまく吸収されないので、粉にしてからスムージーとかに入れます。なので、これは粉にしたバージョンのフラックシードです。Make sure you grind them. Forgot to tell you that.You guys already know, probably, if you're watching this one, it is rich in omega-3 fatty acid. So that's why I take it every single day. そしてこちらのナッツたち。Mixed nuts, walnuts, kurumi, almonds, roasted cashews. Okay, so nuts are really, really healthy for you. There is a study done about nuts that shows that if you eat nuts every single day, your mortality rate goes by half.So 50% less. But anyways, これがね、いつもよく食べているミックスナッツなんですけど、Walnuts are the most nutritious nuts, but you should get variety of them. そしてアーモンド、はい、ビタミン E たくさん入ってます。そして roasted cashews, it's really high in calorie and high in fat, but it tastes so good. It's perfect for sauce. これでソース作るとすっごい美味しいです。ちなみにこの中にはブラジルナッツがいくつか入ってます。あ、このこれ。大きいやつ、これはね、セレニウムがたくさん入ってます。セレンかな。週に1個ずつ食べるぐらいで OK です。ブラジルナッツに入っているセレンについての研究は下にリンクしておきます。はい、そして、sunflower seed and pumpkin seeds. These are seeds, they are not nuts. High in zinc and vitamin E. Really good for you. オートミールとかに入れてもいいですよね。そして、この下の部分、もうごちゃごちゃしてるんですけど。はい、dates.デーツは欠かせません。これはすごくすごく甘いフルーツです。これ本当になんか自然のキャンディーぐらい甘くて、もう甘くて食べれないぐらい甘いので、これを1個スムージーに入れるだけですごく美味しくなります。これを使ってね、クッキーとか作る人もいます。最近あんまりベーキングしなくなっちゃったんですけど、またやろうかな。そして、これはお豆たちですよ。ドライのものを買って自宅で作ってます。このぐらいかな？このぐらいの大きさなんですけど、これで1ドルとかなんですよ。で、これがBlack beans, I think it's 黒インゲン豆 I think. This one is kidney beans. I don't know how to say it in Japanese, but kidney beans. And also this is mung bean or mung bean. I don't know how to pronounce it. インドのね、ものです。はい、lentils. これは chickpea lentils. Split chickpea かな？え、これ is it chickpea or lentils? I don't know. and red lentils, and these are the green lentils. They are both high in protein.Actually, it's higher in protein than beans. これはね、プロテインはレンツォの方がお豆よりも多いんです。はい、レンツォ良いですよ。で、のスープに入れたり、スープに入れたり、スターフライに入れたり、ね、炒め物に入れたりね、いろいろできます。パスタに入れたり。ラザーニャのパスタがありました。で、この前使った時、これかな。よし、それでは、じゃあ、あっちの缶のものに、行こうと思います。移動。はい、これもあまり高くて届かない。背伸びしたらやっと届くくらいの場所にあります。Can stuff こんな感じで入れてます。はい、じゃあこっちにあるのは、try こっちにあるのは、tribean blend。これビーンズの缶です。Black beans と kidney beans and pinto beans are in it。この食べ物、なんかほとんどそうなんですけど、色が濃ければ濃いほど、アンタイオクシデント、抗酸化物質が多いので、こういうね、黒っぽいものとか、色が濃いブルーベリーとかいいですよ。ブラックベリーとかね。ひよこ豆ですか、日本語は。ひよこ豆。これは、ガーバンゾービーンズ、or you can call it chickpeas。とてもいいプロテインソースですし、アイロン、カルシウム、ポタシウム are high in it, apparently.トマトペーストとかこういうのは缶で買ってます。
はい、じゃあ次はスパイスの方に行きます。あっち行きます。こんな感じで小さなパントリーを使ってます。はい、じゃあまずはこの辺りにあるオイルですね。オリーブオイルとかありますが、オイルはあんまり使ってないんですけど、レシピに書いてあった時に多分アンディが買ったのかなと思います。まあちょっとくらいはいいと思うけどまあ depends on you。 はい、そしてこの大きいタブがこれグリーンティー抹茶です。これ毎日飲んでます。 It's super super antioxidant rich. The amount of the antioxidant that are in the tea、 じゃあ日本語で話さないとダメですよね。飲み物の中で抗酸化物質が高いランキングっていうのがあって、抹茶は1位かと思いきや実は2位でして、1位はハイビスカスティーです。でもね、まあ、2位でも、まあ、日本人ですし抹茶好きなので抹茶あります。毎朝飲んでますし、スムージーに入れたりもします。あとなんか抹茶アイスクリームとか作るときにも使います。はい、そしてこれはココアパウダー、お砂糖は入っていません。 It's rich in magnesium, iron, vitamin C and all other good stuff. It's super food. これはね、毎日チョコレートのスムージーとかにしてます。毎日チョコレートスムージーボールとかにしてます。いい匂いはい、で他にもお茶はあるんですけど、あんまり飲んでないので、でこれね、じゃじゃん、ターメリック、ウコンです。体に良すぎてこんな大きいの買いました。これも毎日スムージーに入れてるスープフードです。もうこれは素晴らしい抗がん作用が認められています。あと私はトレーニングするので、筋トレした後にインフラメーション、炎症、体の中の炎症を抑える効果がかなりあるので、トゥーメイクよく使ってます。よくヴィーガンボディービルダーの人たちとかはトゥーメイク必ず取ってますね。体の中のインフラメーション炎症を抑えてくれるので早くリカバリーできるんですよね。こういうね、小さいのに入れて使ってます。そしてこのペッパー、このトゥーメイク and ペッパー are ペアですトゥーメイクの中に入っているカルキューミンっていう物質が体の中の炎症を抑えてくれたり抗がん作用があったりするんですね。クルキューミンという物質がこのイエローの色を出しているんですが、そのクルキューミンっていうのは体の中で、肝臓だったかなの中で消化されるのがすごく早いんですね。だけどペッパーを少し入れる、一緒に取ると肝臓の中でクルキューミンがこう流れていく速度を遅くするので、このクルキューミンが体の中でよく働いてくれるんです。そのなんとパーセントが 1000 to 2000%。 It sounds almost like a lie, but it's really not. So I'll put the link in the description. はい、なんかちょっと嘘みたいな感じですけど、嘘じゃないのでこの研究を下に貼っておきますね。はい、トゥーメリックとペッパー必ず一緒に取りましょう。そしてここにずらっとあるのがスパイスでございます。スパイスです。どんな食材にどれだけアンタイオクシデント、抗酸化作用が入っているかっていう、またね、ランキングをね、お医者様がしてくださったんですけれど、グラムごとで言うと1位になるのがスパイスなんですよ。どんなスパイスでもね、こんな感じであるんですけど、Spices have a lot of antioxidants, so use them! use a lot of them! Yeah, it's really good for you. Except for salt, I think. I would be careful of salt, but other than that, yeah, go ahead andとても美味しくなりますしね、いいと思います。私たちがよく一番使うのは多分 garlic powder and onion powder、 パプリカ、クミン、まあこの辺りのメジャーな感じの、タイムとかカイアンペッパー、コリアンダー、あとはなんだろう、ベーゾルとかディルとか使いますね。あとはシナモン、これはアイスクリーム作る時とかに入れたり、なんかマフィンとかに入れたりします。あとシナモンはスイートポテトにつけると美味しいですよ。日本のさつまいもにあるのかちょっとわからないけど、こっちのさつまいも、スイートポテト、ヤンにはとても合います。It's pretty common to do that. そしてね、チリパウダー。これなくなっちゃった時はね、自分でお家で作れるので、こう買わなくてもいいんですけど、今回買っちゃいました。そしてこれ、Nutritional Yeast。これは日本にもあるのかな？わからないけど、Nutritional Yeast っていうのは、It's aBut vitamin B powerhouse. So if you look at here, no, it's not focusing, so I'm gonna read it for you. Iron 6%, potassium 4%, vitamin B1 520%, B2 480%, niacin B3 220%, vitamin B6 420%,
Folate 90%、vitamin B12 630% per table, 2 tablespoon。これはですね、あのチーズっぽい味がする調味料なんですけど、これバイタミン B たくさん入ってるので、これはね、あの大好きな人多いです。美味しいって言うけどみんな。So so to me。好きですか皆さんこれ。あんまり使わない。そして over here on the bottom are baking good。 Agave とか maple syrup とかあるんですけど、これは that's a refined sugar so I wouldn't really recommend to use it but it makes things really tasty。 Just moderation。 Apple cider vinegar、 これはリンゴ酢かな日本語は。はい、このお酢ってすごくいいですよね。なんか体の中のお腹をアシディックにして酸性にしてくれるので、悪いバクテリアとかにあの強く戦ってくれます。日本語がおかしいですね。はい。I should use it more, but Andy doesn't like it so much, so I don't use it so much, but maybe I should try. You don't like the vinegar so much! はい。そして、peanut butter. Andy's favorite! はい。ピーナッツバターです。これはね、ナチュラルなピーナッツバターを作ってます。これね、ピーナッツバターっていろいろ入って加工されてるんじゃないかなって思うかもしれないんですけど、ピーナッツバターはお家で作れるんですよ。このピーナッツバターをね、こう、ブレンダーとかでガーってやるだけで作れるんですけど、まぁ、ちょっと簡単なので買っちゃいました。見えますか？こう、ピーナッツバター and salt only。はい。なのでね、ナチュラルピーナッツバターっていうと、他に特にイングリディエンツが入ってないものを指します。Super high in fat, but super high in protein as well. Just like nuts. Tasty.Like it a lot. お米、米びつって言いますか？お米入れてます。これはブラウンライスですね。はい。ハイガー玄米とかもあったらいいんですけど、ちょっと高くなっちゃうので買ってません。あんまりね、ハイガー玄米とか食べる人いないんでね、アメリカ。はい。そして、This is 納豆 beans。これはね、納豆のお豆、納豆専用のお豆です。こんなにたくさんあるので、結構持つと思います。そして、これ。オーツですね。オーツは本当に体に良いことがいろんなところで知られていますが、high in zinc and iron, high in a lot of other stuff. はい。なので、もっとたくさん食べたらいいかなと思うんですけど、still cut oats をご飯の代わりに食べれるかなと思ってちょっと買ってみました。まだやってません。とてもいい炭水化物で、たくさん食物繊維も入っているので、まあ、栄養価的には玄米よりも全然いいですね。もし、still cut oats をお米のように炊ける技を知っている方がいらっしゃいましたら教えてください。そして、こちらは flaxseed です。さっき、あの、grind したものをお見せしたんですけれど、こうね、こういう風にごまみたいになってるんですよ。で、このままだと体の中で吸収できないので、grind して、吸って、あの、粉状にしたものを食べます。はい。でもね、毎日取ってるので、flaxseed 大きいものを買ってます。はい、I think that is all。 はい、というわけでこんな感じのキッチンでございました。いろいろありましたがいかがでしたでしょうか。今週作るものはあのフライドライス、アジア風のチャーハンと、あとはあのサモサポテト、あのインド風のお野菜とポテトのお料理で、すごくスパイスが効いてるやつ、あともうこれ作っちゃったんですけど、あのゴールデンカリーヌードルスっていうタイ風の辛い赤いスープ麺を作りました。あとこれから作るのはメディテラニアンベイクトスウィートポテトの地中海料理なのですが、地中海風のスイートポテトを使ったお料理、スイートポテトとハメス、ひよこ豆のディップを使ったお料理、あとはスムーディーバンズもあのアンディのものももうなくなっちゃったので、はい、作ろうかなと思ってます。毎朝のスムージーの私のはチョコレート味で、アンディのはブルーベリー味、私のがチョコレートが足されているだけなんですけど、あとはあと黒いんげん豆、あのブラックビーンズで作るこってりした感じのスープを作ろうかなと思ってます。他にも何か作るかもしれないんですけど、まあここにある材料でできます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。皆さん同じようなものが冷蔵庫にありましたか？他にも何かおすすめの食材等ありましたらぜひぜひ教えてください。じゃあこの動画が面白かったなと思ったらグッドボタンをよろしくお願いいたします。このチャンネルではビーガン栄養学と海外の健康と菜食についての研究についての情報をお届けしていますので、もっとこんな情報が欲しいよという方はぜひチャンネル登録とベルボタンをクリックお願いします。
何かヴィーガンについての質問や動画の感想などがあればコメント欄でお話ししましょう。こんな動画作ってほしいよなどのご意見もお待ちしております。ということで最後までご視聴くださりありがとうございました。素敵な一日になりますように。 Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next video. Have a happy day. Bye.